岡本喜怒深見夫人の死1実業家深見家の夫人田代子が1月下旬のある夜に熱海の海岸から投眠自殺を遂げたという新聞記事が世間を騒がした田代子は今年37歳であるが実際の年よりも よほど若く見えると言われるほどの美しい婦人で主々の婦人事業や貧民救済事業にもほとんど献身的に働いていることは何人も知っているその主人公の深見氏もまた実業界においてまれに見るの人格者として知られていて財産もあり男女二人の子供もあり家庭も極めて円満である彼女に何の不足があって あるいはまた何の事情があって突然にかかる押しを遂げたのかそれが一種不可解の謎として世間を驚かしたのであったしたがってそれについて主樹の臆説が伝えられたがいずれも文字通りの臆説であってほとんど真を奥に足るようなものはなかった自殺と見せかけて 実は他殺ではないかという疑いもあったが前後の状況によってそれが他殺でないことだけは確かめられたその新聞記事が現れてから半月余りの後に私は某所で西島君に会った彼は若い時から某物産会社の文字支店や大連支店に勤めていて震災以後東京へ帰ってきたのである その西島君が今度の深見夫人の一件についてこんな怪談めいたことをお話した「あれは日露戦争の前年と覚えているその頃私は文字支店に勤めていて8月下旬の暑い日の午前に神戸行きの上り列車に乗っていた」 車用でゆうべは広島に一泊して今日は早朝に広島駅を出発したのである断っておくがそのころの私はまだ学校を出たばかりの新参者で2等のお客様として堂々と旅行するほどの資格を与えられず3等列車に乗り込んでいたのであった鉄道がまだ国有にならない時代で神戸下関間は 山陽鉄道会社の経営に属していたこの鉄道は乗客の待遇に最も注意を払っているというのをもって知られていたので3等室でも決して乗り心は悪くないことに35銭の上等弁当のごときは我々のような学生上がりの安月給取りには贅沢すぎるほどの副植物をもって満たされているので私は この鉄道に乗って往来するごとに上等弁当を買って食うのを一つの楽しみにしているくらいであったそういうわけだから3等のお客様たるをもって満足しやがてうまい弁当が食えることを期待しながら揺られてゆくと夕べ遅く寝たのと今日の暑さとでなんだかうすら眠くなってきた私は我知らずに小一時間も眠ったらしい 何か騒がしいような人声に驚かされて目を覚ますと私の車内には一つの事件が出退していた車掌が一人の乗客を捉えて何か談判しているのである他の乗客も皆その方に目を集めていた中には立ち上がって覗いているものもあった女客などは、 青いい顔ををしてて身をすくめていたただならぬ車内の様子にいよいよ驚かされてだんだんその司祭を聞き出すと列車はもう F の駅に近づいたので34人の乗客はそろそろと下車の支度を始めてその1人が頭の上の網棚から自分の荷物を下ろそうとする時に汽車に揺られて手を外して半分下ろしかけていた風呂敷包みを放り出してしまった。 幸いに他の乗客には当たらなかったがその風呂敷包みが床にどさりと投げ落とされたはずみに結び目が緩んだと見えて中の品物が転げ出したそれは何かの缶詰が3つ4つと大きいトウモロコシ56本であった単にそれだけならば別に司祭もないのであるがそのトウモロコシの間から1匹の青い蛇が鎌首をもたげたので 他の乗客は驚いて飛び上がった。女たちは悲鳴を上げて騒いだその騒ぎに車掌も駆けつけて汽車中へ生き物ことに蛇などを持ち込んできたかの乗客に対して戦技を始めたのであるその乗客が農家の人であることはその服装を見て大抵想像された彼は四十5 6歳の いかにも失物らしい男で、日に焼けている方をいよいよあからめながら、この不慮の出来事について自分は全く何にも知らないとどもりながらに釈明した。乗車券を見せてください」と車掌は奪うように彼の手から切符を受け取ってみた。京の駅から乗ったのですね。はい」と男は。 ひどく恐縮したような態度で答えた彼は K の町の近在に住むもので F の町から一里ほど離れたところに親戚があるので自分の畑からトウモロコシを取り K の町へ出てきてカニの缶詰を買いそれらを土産にしてから親戚を訪ねようとするのであったもちろんヘビなどを持ってくるはずがない こんな小さな蛇は親戚の村にもたくさんに住んでいる」と彼は言った「農村の村の者が農村の親戚を訪問するのにこんな蛇などをわざわざ手土産に持っていくはずがない」「一尺ぐらいに過ぎない蛇であるからおそらくそのトウモロコシと一緒に紛れ込んできたものであろうとは誰にも想像されるところである」 ことにとんでもない人騒がせをしたことを非常に恐縮しているらしい彼のおとなしい態度がもろ人の感情を和らげたそうすると畑から紛れ込んできたのをあなたも知らなかったのですねではまあしかたがない早く外へ捨ててくださいはいはいと男は謝るように頭を下げた。 早くくしてください。もうすぐに停車場へ着きますからと車掌は催促した男は農家の人だけにこんな蛇を何とも思っていないらしく無造作にその尾をつかんで窓の外へ投げ出すと車内の人々は安心したように息をついた「どうもまことに愛すみません」と男は 人々に向かってまたもや頭を下げた。どうしてあんなものが這い込んだのか、実に不思議でございます。これからは気をつけます。どうか、まあご勘弁を願います。言ううちに列車はもう F の駅に着いたので、男はまた繰り返して詫びながら早々に降りて行くと、それと入れ違いにこの車内へ乗り込んできたのは、 学生らしい若い男と娘の2人連れで私の向こうの空席に腰を下ろした私はここで例の弁当を買おうかと思ったが岡山駅まで待つことにしていると列車はやがて揺るぎだした「いやーどうも飛んだお茶番でしたね」と東京の商人らしい乗客の1人が笑いながら言った。 ヘビとなると小さいのでも君のよくないもんですよ」と隣にいる一人が答えた。「まったくあのフロシキズツミが転げ落ちてトウモロコシの間からヘビの出たときにはゾッとしました」とその前にいる女も言った。ヘビの噂がひとしきり車内を賑わした。あの男は実際何にも知らないらしい。 あの男があんまり恐れ入って謝るのでしまいには気の毒になってきたなどというものもあった新しく乗り込んできた男と娘は熱心にその話に耳を傾けているらしかったがやがて男は小声で私に聞いた「蛇がどうかかしたのですかここでこの男と娘について少しく説明しておく必要がある」 男は19か20歳ぐらいで高等学校の制帽と制服をつけていた娘は1 5六6の女学生らしい風俗でエビ色の袴を履いていたその服装と持ち物とを見れば彼らは初中休暇で郷里に帰省していてさらに再び上京するものであることは一目に悟られた彼らが兄弟であるらしいことも そのだちをみてすぐに知られたがとりわけて妹は色の白い眉のやさしい歯並びのそろった美しい娘であるのがわたしのちゅうをひいたとわれるままにわたしはかの青い蛇の一件を物語ると兄も妹も顔の色を動かしたそしてその蛇はどうしましたえきへつく前に窓から捨てました 駅へ着く前よほど前でしたかと兄は重ねて聞いたいや捨てるとすぐに駅へ着きました兄は黙って聞いていた妹の顔色はいよいよ青ざめた若い娘の前で蛇の話などを詳しく喋って聞かせたのは私の不注意であったかもしれないと気がついてもういい加減にその話を打ち切ろうとすると 兄はしつこくまた聞いた。聞いその蛇は青いのでしたねよほど大きいのでしたかいや一尺ぐらいでしたろうと私は軽く答えたそしてその話を避けるように窓の外へ目をそらした私が脇を向いていたのはせいぜい2分か3分に過ぎなかったがその間兄と妹はどう相談をしたのか 網棚の上にあげてある氷を下ろし始めたなんだか下車の支度でもするらしいので私は少しく不思議に思っているとやがて列車は次の駅に着いたその前から2人は席を立って停車を待ちかねているような風であったが止まるとすぐに兄は私に会釈し,した「どうも失礼をいたしました」妹も無言でえしゃくをして、二人は、 忙しそうに下車したそのあまりに慌てたような態度がまたも私の注意を引いて窓から彼らの行方を見送るとここは小さい駅であるから乗り降りの客も少なく兄弟がほとんど駆け足で改札口を出て行く後ろ姿がはっきりと見えたもちろん何かの都合で途中下車をしないとも限らないのであるがく徳も言うとおり あまりにも慌ただしい2人の様子が何か司祭やりげにも思われたそうしてそれがあの蛇の話に何か関係があるのではないかとも疑われたそれは私ばかりでなく他の乗客にも怪しまれたと見えて東京の商人は笑いながら私に言った「あの娘さんはよっぽど蛇が嫌いらしい」 あなたにヘビの話を聞かされて真っ青になってしまいましたね。何でも兄さんを無理に勧めて急に降りることになったようです。それで降りたんでしょうか。この箱にはヘビが乗っていたというので急に嫌になったのでしょう。嫌いな人はそんなものですよ。それならば他の車室へ引き寄せば済むことで、わざわざ下車するにも及ぶまいと思いながら、 私は再び車外へ目をやると若いきょうだいの姿はもうそこらに見えないで駅の前の大きい桜にアブラゼミが熱そうに鳴き続けているばかりであった列車がまた進行を始めるとさっきの車掌が再び回ってきたかの商人は話好きと見えて車掌の顔を見るとすぐにまた話しかけた どうもさっきは驚かされたね汽車の中でニョロニョロはい出されちゃたまらないよ全く困りますしかし考えると少し不思議でもありますよ何が不思議で残暑の強い時節であるのと帰省の学生らが再び上京するにはこう1週間ほど早いのとで列車の中はさのみ混雑していなかった

特に多いという話も聞かないのですがと車掌は少し首をかしげながら言ったそれがまた不思議でその蛇の騒ぎはいつでも広島と F の駅との間に起こるのですそして今日と同じように乗客自身は何にも気がつかないでいると蛇がいつの間にかその荷物の中に入り込んでいるのです今年も もうう。これでで回目になるでしょう私も職務ですから一応はあの人を戦議しましたけれど腹の中ではまたかと思っていましたうんそりゃあ不思議だ全く不思議だと商人は行さんらしく顔をしかめてその首を大きく振ったそうすると何か資材がありそうだな。 広島と F の町との間に限っているのは不思議だまだ不思議なことはそれがいつでも上り列車に限っているのですいよいよ不思議だねえそうじゃありませんかと商人は私を見返った不思議ですね上り列車に限るとは 私も「いた。いやまだあります」と車掌も調子に乗ったように説明したそのヘビを持ってくる人はいつでも K の駅から乗り込むのですそして F の駅へ近づいた時に発見されるのです今日もきっとそうだろうと思いながらその乗車券を改めて見ると果たして K の駅から乗った人でした。 商人と私とは黙って顔を見合わせていると車掌はまた言った今日のように偶然の事故から発見されることもありますが多くの中には発見されないで済むこともあるだろうと思われますそうするとたくさんのヘビが K の町から来る乗客につきまとって F の町へ乗り込むことになるわけですそうそう と商人はやや気味悪そうにうなずいた「どうもわからない何か因縁があるのかなどうも変ですよ」と車掌も司いやりげに言った「何しろ蛇の騒ぎを起こすのは京の町から来る人に限るのですからなその蛇はどこへ行くつもりかな」と 商人は考えた。そりゃあ分かりませんね。わからないのが本当だろうが何か F の町の方へ行ってたたるつもりらしい。と商人は何もかも見透かしているように言ったきっと F の町の誰かに恨みがあってぞろぞろつながって乗り込むにそういない。 階段階段どうも気味がよくないなさっきの兄弟の顔が私の目に浮かんだ商人もそれに気がついたようにまた言いだしたそうするとあの兄弟が蛇の話を聞いて顔の色を変えたのは少しおかしいぞあの二人は F の駅から乗ったんだから どんな人たたちでしたと車掌は聞いた商人は2人の人相や風俗を説明して彼らが途中からにわかに下車したことを話すと車掌も耳を澄まして聞いていたがさてそれが何者であるかを悟り得ないらしくやがて私たちに会釈し,して立ち去った2 予定の通り、私は岡山で弁当を買って食ったそうしてその日の夕方に神戸に着いたそこで車両を済ませてその晩は一泊して明くる日の午前の汽車に乗り込んで広島まで引っ返した商売上のことはここで説明する必要もないが私はその商売の都合で再び神戸へ行かなければならないことになったので広島に暑苦しい一夜を過ごして その明くる日の午前にはまたもや神戸行きの列車に乗り込んだ残暑の厳しい寄りから同じところを行ったり来たりするのはかなりに難儀であったがどうも致し方がないしかもこの上り列車に乗ることについては私は一種の興味を持たないでもなかったそれは今度の列車にも京町から乗り込む人があって その人がまたもや蛇を伴っているかもしれないということであったがその期待は全く外れてしまった K の町から乗った人もあり F の町で降りた人もあったがいずれも平穏無事で何の人騒がせをもしでかさずに終わったので私はひそかに失望しながら車外をぼんやり眺めていると F の駅の改札口を抜けて 14、十四五5人の乗客が続いて出てきたその中にあの学生の兄弟の顔を見いだしたときに私はにわかに胸の躍るのを覚えたそうして彼らが今日も私の車室へ乗り込むことを願っていると2人はあたかも糸に引かれるように私の車室へ入り込んできたので閉めたと思って見ているとあいにく車内には空席が多かったので 彼らは私よりも遠く離れた隅の方の席に腰を下ろしたそれでも2人は私を見つけて遠方から目礼した私も目礼したさりとて馴れ馴れしくその近所へ席を移すわけにもいかないので私は残念ながら遠目に眺めているほかはなかった彼らが今日もここから乗り込んだのを見るとおとといは次の駅で一旦下車して さらに下り列車に乗り換えて F の町へ引っ返し昨日一日は自宅にとどまって今日の午前に再び出てきたものらしく思われた彼らの服装も氷もも全て先日のとおりであった私はなお注意して伺うと兄も妹もその顔色は先日よりもさらによくないことに妹の顔は 著しく青ざめているように見えた彼らは「K の町から続々乗り込んでくる蛇の群れに悩まされているのではないかなどと私はいろいろな空想を巡らしながらひそかにその行動を監視していたが彼らの上に怪しいような点も見いだされなかった妹は黙ってうつむいていた兄も黙って社外を眺めていた」 岡山で私は例のごとくに弁当を買った。かの兄弟も買った。その以外に彼らの行動について私の記憶に残っているようなことはなかった。私は今日も神戸で降りた。兄弟も下車した。彼らはおそらく新橋行きの列車に乗り換えたのであろう。その後のことはもちろん私に分かろうはずもなかった。 その翌年には日露戦争が始まって私の勤めている文字支店は非常に忙しかったそれが済むと素晴らしい好景気の時代が来た明治40年の4月私は車用を帯びて上京して約3ヶ月ばかりは東京の本社の方に詰めていることになった何しろ久しぶりで東京へ帰ってきたのである 時は4月の花盛りで上野には内国官業博覧会が開かれている地方からも見物の団体が続々上京する天下の春はほとんど東京に集まっているかと思われるようなにぎわいの中に私も愉快な日を送っていたしかし遊んでばかりはいられない私は毎日一度は必ず出社する以外に 東京にある親戚や先輩や友人を訪ねて、兵素のぶさたほどきをしなければならないので、働くと遊ぶの暇を見て、処方へ顔出しをすることも怠らなかったその間に、私は江羽先生をしばしば訪ねた先生は法学博士で、私が大学に在学中はいろいろのお世話になったことがある。その住宅は、 本郷の根津にに近いところにあって、門を覆っている桜の大樹が昔ながらに白く咲き乱れているのも嬉しかった第1回の訪問は4月の第1日曜日であったと記憶しているが先生も奥さんも皆双剣で2階の十条の応接室へ通されたそこは日本の畳の上に絨毯を敷いて 椅子やテーブルを並べてあるのであったやがて若い女が茶を運んできた奥さんが自身に菓子鉢を持ってきた若い女はすぐに立ち去ったが奥さんは先生と私に茶をついでくれた「あの方はおうちのお嬢さんじゃありませんな」と私は聞いた娘じゃありません。 奥さんは笑いながら答えた。娘は少し風邪をひいて23日前から寝ていますあの人は田代子さんといってよそから預かっているのです田代子さんもしあの方は広島県の人じゃありませんか F の町のええー、と奥さんは先生と顔を見合わせたよくご存知ですね じゃあ、やっぱりそうでしたかどうも見たことがあるように思っていましたどこかでお会いなすったことがあるのですかと奥さんは再び笑いながら聞いたはあ山陽線の汽車の中でその時は兄さんらしい人と一緒でした私は千年のことを簡単に話したしかし どんな当たり障りがあるかもしれないと思ったので蛇の一件だけは遠慮して何にも言わなかったうん「たよこさんは兄さんと一緒にそう言やるまいが」と先生は重い口で私にからかった君は誰と一緒に乗っていたかなたよこさんに賄賂でも使っておかないととんでもないことをすっぱ抜かれるぜ。 奥さんも私も私笑い出したよ子は F の町の近在の三好という豪農の娘で兄の徹という青年と一緒に上京してある女学校に通っている先生は三好の家と特別の関係があるわけでもないがある知人から頼まれてたよ子だけを預かって監督している先生の家にもたよ子と同年の娘があって 同じ女学校に通っているので方々その世話をしてやることになったのである兄のるはこの近所の植木屋の座敷を借りてそこから通学しているこれだけのことは奥さんの説明によって会得,得することができたたよこは今年19で器量は見るとおりに美しく性質も温潤で学業の成績もよいので まことに世話がいがあると先生夫婦も楽しんでいるらしい口ぶりであった奥さんが降りていった後に先生と私は差し向かいで2時間ほども話した先生は昼飯を食ってゆけと言われたが私は他に回るところがあるのでまたお邪魔に出ますと言って2階を降りると奥さんは田代子を連れて出てきたもうお帰りですかではここで改めて。 子さんをご紹介しましょうま彼女は果たして私の顔を記憶していたかどうか知らないがともかくも型のごとくに挨拶して別れた千年はまだ少女と言ってもよかった妙子が今は年頃の娘に成長してさらにその美を増したように見えたその白いあでやかな顔には千年見たような暗い青ざめた色を染め出していなかった 春風の吹く往来へ出て私もなんだか一種の愉快を感じながら歩いた2回目に先生を訪問したのは4月の末でその日は平日であったので通学中の妙子さんは見えなかった先生のお嬢さんも病気が全壊して一緒に学校へ出て行ったとのことであった第3回の訪問は5月の半ばの日曜日で 私は午後7時頃の上野行きの電車を降りると博覧会は夜間会場を行っているので広小路付近はイルミネーションや花ガスで昼のように明るかったそこらは自由に往来ができないように混雑していた私はそのにぎわいを後ろにして池の旗から根津の方角へ急いだその頃はまだ道坂行きの電車が開通していなかったので 根津の通りも暗い寂しい町であった道端には広い空き地などもあって家々のまばらな明かりの影は本郷台の裾に低く沈んでいたわずかの距離で上野とこことはこんなにも違うものかと思いながら私は酔い闇の道をたどってゆくとやがて団んご坂の下へ曲がろうとする道端の暗い中で突然にキャッたに という女の悲鳴が聞こえたので私は持っているステッキを取り直してその声をしる目に駆け出すと出会い頭に駆けてくる一人の男があった危なく突き当たろうとするのをすり抜けて彼はどこかへ姿を隠してしまった月はないが星は明るい少しく離れたところにはタバコ屋の軒ランプがぼんやりと灯っている その光を頼りに透かしてみると草原続きの空き地を横にした道端に2人の女の影が見いだされた「どうかなすったんですか?」と私は声をかけたが女たちはすぐに答えなかった彼らの悲鳴を聞いて駆けつけたらしい私に続いて巡査の格闘の光がここへ近寄った女は先生のお嬢さんと田代子の2人で はぐったりと倒れかかるのをお嬢さんがしっかりと抱えているのであるそれを見て私はまた驚いた巡査の取り調べに対してお嬢さんは答えた二人は根津の通りへ買い物に出て帰り道にここまで来かかると空き地の暗い中から一人の男が現れて妙子の首へ何かを投げつけたというのである 巡査はさらに聞いた何を投げたのですか蛇です蛇ですと太陽子は低い声で答えた蛇と聞いて巡査もお嬢さんも顔をしかめたが私はさらに強い衝動を感じた太陽子と蛇と洗練の汽車中の光景がたちまち私の目の前に浮かびだしたのである 巡査は格闘を照らして辺りを見回すと草の中に果たして一匹の青い蛇が白っぽい腹を出して横たわっていたん蛇ヘビだ巡査は司いに改めてまたにわかに笑いだしたはっはこれはおもちゃだこしらえものだ本当の蛇じゃありませんか 覗き込む私の目の前へ、ジュンさんは笑いながらかのヘビを取って突き出した。なるほど成功にはできてはいるが、それは確かにこしらえものの青大将であるので、私も思わず笑い出した。はは、おもちゃだ太陽子さん。驚くことはありません。これはおもちゃのヘビですよ。この頃は博覧会の夜間会場が始まったので。 夜更けて帰る女たちを暗いところに待ち受けて悪いたずらをするやつがしばしばあるこれもその類いであろうと巡査は言ったそう分かってみればさしたる問題でもないので私たちは挨拶して巡査に別れた私はどうせ先生の家へ行く途中であるから女二人を送りながら一緒について行ったが先生の門をくぐるまでの間 たよ子はひと言も口をきかなかった「近所ではありまだよいだからと油断して若いものばかりを出してやったのが間違いでした」と奥さんは悔やんでいたたとえおもちゃにもしろ何者かのいたずらにもしろ2人並んでいる女のうちでたよ子を目指してヘビを投げつけたのは恋か偶然かと私は考えた2人のうちで 横の方が一段美しいためであったかとも考えられたその形の見えない暗い中で田代子が十分にそれを蛇と直角したのは少しく変だとも言えないことはないしかしその晩は何事もなく私は先生と1時間余り話して帰った第4回の訪問は6月初めの午前で先生の門をくぐると 大きい桜の葉から毛虫が23匹落ちてきた例のごとく2階へ通されたが奥さんの話によるとお嬢さんは学校へ出て行ったが田代子は病気で寝ているそれについて先生は警察へ行っているとのことであった何しに警察へ行かれたのですかこういうわけなのですと奥さんは 顔を曇ららせながら説明した。ご存知の通り先月半ばに妙子さんと娘が根津へ買い物に出てその帰りに妙子さんが蛇を放りつけられたことがあるでしょう。それはおもちゃの蛇でしたが今度は本当の蛇を放り込んだやつがあるのです先月の末に下の八丈で妙子さんと娘が机に向かって勉強していると 肘かけ窓から一匹の青大将を妙子さんの顔へキャッという騒ぎのうちに相手は逃げてしまったのですが何でも横手の生け垣を破って忍び込んだらしいのです娘の話ではその後ろ姿が若い学生らしかったということですまだそれだけならいいのですけれどそのあとにたびたび妙子さんのところへ脅迫状をよこして 午後8時ごろまでに根津権現の表門前まで来てくれさもなければいつまでも蛇を持ってお前を苦しめるからそう思えというようなことが書いてあるのです一度や二度はうっちゃっておきましたけれどあまり度々重なるので一応は警察へ届けておく方がよかろうと言ってうちはさっきから警察うちはさっきから警察へ行っているのです いずれ不良少年の仕業でしょうけれど困ってしまいますよけしからんことですなそれで田代子さんは寝ているんですかなんだか気分が悪いと言って23日前から学校を休んでいるのですもちろん不良青年の仕業であろうがその青年がもしや広島県の軽の町の人間ではないかと私は考えた そうして思わず口を滑らせたたよこさんには蛇がたたっているようですななぜです奥さんにだんだん問い詰められて私はとうとうあの汽車の一件を打ち明けると奥さんはいよいよ顔の色を暗くしたまあそんなことがあったのですか何かの心得になるかもしれませんから うちにも一とおり話しておいてくださいよいや先生に話すと笑われますそこへあたかも先生が帰ってきてその不良青年については警察でも大抵心当たりがあるとのことであった奥さんがしきりに催促するのでしょせん無駄だとは思いながら私は再び先生の前で記者中の一件を報告すると 果たして先生はただ冷ややかに笑っていたそれは僕に話してもしようがない小説家のところへでも行って話して聞かせる方がよさそうだね奥さんも私も重ねて言うすべがなかったそれから五六日たつと たよ子さんにいたずらをした不良青年がとらわれたという新聞記事が見えたので私はその晩すぐに先生の家を訪問すると先生は誰かの陽光送別会に出席したと言って留守であった奥さんに会って私は私は新聞記事の詳細を聞き出すと奥さんはまず第一にこんなことを言い出した「どうも私は驚きましたよ」横さんをつけ習った不良青年は やっぱり広島県の K の町の生まれだったそうですそうですかと私も目を輝かしたじゃあ田代子さんの身元を知っていたんでしょうかそれは知らないのだそうですがねそんなことを常習的にやっているので警察からも目をつけられている不良青年で田代子さんが F の町の人だとか三好とかいう家の娘だとかそんなことは何にも知らないで。 ただその器量のいいのを見て付け狙ったというだけのことらしいのです。しかし、それがちょうど京の町の人間だというのが不思議じゃありませんか。と奥さんは眉を寄せた。不思議ですね。と私もなんだか不思議のように思われてならなかった。ねえ、そうでしょうと奥さんは重ねていった。うちはあんな人ですから、 何を言っても取り合ってはくれませんけれど私は何だか気になるので妙子さんにいろいろ聞いてみましたが本人は何にも心当たりがないというのですけれどもあなたのお話によると妙子さんの兄弟は汽車の中で蛇の話を聞いて途中で急に下車して家に引っ返したらしいというじゃありませんかしてみるとやっぱり何か 思い当たることがあるに相違いないと思われるのですが当人が隠しているものを無理に宣言するのもよくないからまずそのままにしておいたがその以来自分の家に妙子さんを預かっているのがなんだか不安になってきたと奥さんは小声で話した奥さんの鑑定通り、り妙子は何かの秘密を知っていながらあくまでも知らないと言い張っているらしく思われたが さて、それがどんな秘密であるかは所詮我々の想像の及ばないことであったよ子さんの兄さんが来た時に聞いてみようかとも思うのですがそれもなんだか変ですからねえと奥さんは考えていたそれはおよしになった方がいいでしょうと私は注意したそのうちには自然にわかることがあるかもしれませんそうですね さんと違ってるさんにうっかりそんなことを聞いてそれがうちの耳にでも入ると私がまた叱られますからたよこの話はそれで打ち切りになった先生の帰りは遅くなりそうだというので私は奥さんと30分ほど話して帰った社の要件も片づいて私も7月の初めには再び文字の支店へ帰ることになったので 先生のところへ糸まごいに行くとあいにくにも今夜も先生は留守であった梅雨のまだ明けきらない曇った酔いであるこんな晩に先生はどこへ行かれたかと尋ねると奥さんは小声で答えた桐沢さんのところへ呼ばれて行ったのです桐沢さんあなたもご存じでしょう。お名前だけは承知しています と私は言った桐沢氏は地名の実業家でその次男は大学の文化に籍を置いているそれが将来は先生のお嬢さんの婿になるという内訳のあるらしいことは私もうすうす知っていたそういう事情から桐沢氏は田代子のような若い娘を自分の家に預かっておくのは先生夫婦の思惑もいかがという遠慮から わざと自宅に寄宿させることを避けて反対に彼女を先生のところへ預けることになったらしいそれは私もうすうす察していたがその桐沢という人にもまたその次男という人にもこれまでかけ違って一度も出会ったことはなかったのであるそういうわけであるから外出嫌いの先生が今夜のような晩に桐沢氏を訪問したのも別に怪しむにも足らないのであった しかしそれを話す奥さんの顔色はあまり晴れやかではなかったなんだか変なことですねどういうことです何か事件が出退したんですかええと奥さんはうなずいたまた例の陽子さんのことでまた蛇でもぶつけられたんですか い,いえ、そうじゃないのですが学校もやがて夏休みになるので兄さんのるさんも帰省する妙子さんも毎年一緒に帰るのですがこの夏に限って帰らないと言いだして熱海か房州かどこかの海岸へ行きたいというのです今日でも両親が待っているからまあ帰れと兄さんが勧めるのですけれど本人はどうしても嫌だというのです なぜでしょう。それはよくわかりません」と奥さんは言ったいくら本人が行きたいと言ったところで若い娘たちをむやみに海岸の避暑地などへ出してやられるものではありません誰か相当のものがついていかなければならないでしょう兄さんでも一緒に行ってくれれば格別ですが兄さんはどうしても帰省するという妹は嫌だという と言って私たちがついていくというわけにもいかず、誠に困ってしまうので、うちはその相談ながらに今夜桐沢さんのところへ出かけて行ったのですが、どういうことに決まりますかね？田陽が規制を嫌うのは、山陽線の列車の中で、またもや何かの蛇騒ぎに出会うのを恐れているのではないかと。私はふと思い浮かんだので、それを奥さんに囁ささくと。 奥さんも同感であるらしかった。実は私ももしやと思ってそれとなく妙子さんに聞いてみたのですが本人は一向にそんなことを言わないのですもっとも隠しているのかもしれませんがあなたもそういうお考えならばもう一度うちに話してみましょうか「おやしなさい」と私は遮ったそんなことを言ってもダメですよ 先生はとても受け付けるはずはありませんよ現にこの間もあのとおりでしたからそれもそうですがと奥さんも思い煩うように見えた何しろ本人がどうしても嫌だというものを無理に返してやるわけにもいきますまいからねえ田代子さんはどうしているんですやはり下の畳に、 娘と一緒に机を並べているのです別に変わった様子も見えませんかほかには別に変わったことも奥さんがこう言いかけた時にはしごを上がってくる足音が響いたと思う間もなくふすまの外から若い男の声が聞こえた奥さんご来客中を誠に失礼ですがあトールさん いつ追い出せたのと奥さんは見返った構いません。お入りなさい。襖を開けて伝統の下に青白い顔を現したのは学生風の青年であった私はその青年を一目見て彼が田代子の兄の三好徹であることをすぐに悟ったが相手の方ではもう私を見忘れているらしかった ことに今夜の彼はひどく興奮しているらしく私に向かっては何の会釈もせずに突っ立ったままで奥さんに話しかけた「奥さん妹は明日の朝の汽車で連れて帰ります明日の朝妙子さんも承知したのですか承知してもしないでもすぐに連れて帰ります」と彼は奥さんに食ってかかるように声をとがらせた まあおかけなさいと奥さんは逆らわずに椅子を勧めたどうしてそんなに急に帰ることになったのです実はそのことでうちは今夜桐沢さんのところへ行っているのですが先生が何とおっしゃっても桐沢さんが何と言っても佳代子は連れて帰りますと彼はきっぱりと言い切ったその顔色のいよいよ青ざめてきたのが 私の注意をいたのをいそれにしてもまあ少しお待ちなさいもうやがてうちも帰ってきましょうからと奥さんはなだめるように言ったそしてその話題を転ずるように改めて私を彼に紹介したが彼はやはり私を記憶していないらしかった私は笑いながら言いだしたあなたには お目にかかったことがありますよ。山陽線の汽車の中で蛇の騒ぎがあった時にこう言って私はその顔色を伺うと彼もにらむように私の顔をじっと見つめていたがやがてようやく思い出したように少しくその顔色を和らげたいやわかりました。 そのはどうも失礼をいたしましいをたた。まあなたもここの先生の家へお出入りなさる方とはちっとも知りませんでしたいや今夜も少し気がせいていましたのでどうも失礼をいたしました彼は繰り返して失礼をさしていた私も若いが彼はさらに若い一時の興奮からなんとなく穏やかならぬ景色を見せているが 所詮は愛すべき一個の青年であることを私は認めた彼も私には遠慮したのかあるいはだんだんに神経も静まってきたのかやや落ち着いたような態度で椅子に腰を下ろした奥さんが茶を入れ替えに立った後で私は静かに彼に聞いたただいま伺ったところでは妹さんを連れてお帰りになるのですかまあそうです と彼はハンカチーフで額の汗を軽く吹きながら答えた。た。どうも困りました彼は、その以上に何事をも語らないのでなじみの薄い私がさらに踏み込んでその秘密を探り出すわけにもいかなかったそれと同時に私がここに長居することは彼と奥さんとの容談を妨げる恐れがあるらしいので彼一人をそこに残して私は2階を降りてくると 階段の下で奥さんのたでさにっ「今晩はこれでおいとまします」「そうですか」と奥さんは気の毒そうな顔をしていた「いえまだ23日はこっちにいますからまた出直して伺います」ではぜひもう一度奥さんに送られて私が玄関で靴を履いている時にお嬢さんも出てきたが太陽子は姿を見せなかった。 角を出ると細かい雨がまたしとしとと降っていた前にも言うとおりそのころの根津権現付近は静かであったことに梅雨の暗い夜にはほとんど人通りも耐えているくらいで権現の池の辺りでカエルの鳴く声が寂しく聞こえたその暗い寂しい中を五六軒ばかり歩きだすと塀の陰から一人の男が現れて私のそばへ近寄ってきた あなたは今江場さんの家から出てきましたね暗いのでその人相も風邸もわからなかったが今頃こんなところを忍んでいるのは例の不良青年ではないかという懸念があるので私も油断せずに答えたそうです何かご用ですかもう少し前に若い男が一人入っていきましたろう それは徹のことであろうと私は察したのでいかにもその通りだと答えると男は私を道端のある家の軒ランプの下へ連れて行って一枚の名刺を取り出してみせた彼はバツバツ警察署の刑事巡査であった「あの若い男は三好徹という学生でしょう」と刑事は小声で言った「そうです」 エバ博士とどういう関係があるのでしょう相手が警察の人間であるので私は自分の知っているだけのことを正直に話して聞かせると刑事は少しく考えていたそうするとトールという学生は三好妙子の実の兄ですねそれはおかしい実はあの学生は不良性を帯びているので今夜も尾行してきたのですが この間エバさんの窓からヘビを投げ込んだのはどうもあの男の仕業らしいのですそれは違いますと私は思わず声を上げたあの時にはタヨコさんの顔へヘビを投げつけたというじゃありませんかいくら不良性を帯びているといっても現在の妹に対してそんないたずらをするはずはないでしょう現にその犯人は、 もう警察へ挙げられたと聞いていますがいやそれがねと刑事は静かに言った先頃警察へ挙げられた犯人それは桜というものでこの5月に根津の往来で妙子さんにおもちゃの蛇を投げたことがあるそれだけは本人も自白したのですがエバさんの窓から生きた蛇を投げ込んだものは確かに分かっていないのです 前の一件があるので警察の方でも一時は彼の仕業と認定してしまったのですが本人はどうしても後の一件を自白しないだんだん調べてみると全く彼の仕業ではなくその他にも同じようないたずらものがあるらしいのですその証拠にはさくらの交流中に往来の夫人に向かってやはり蛇を投げつけたものがあるのですから それが三好徹だと言われるのですねどうもそうらしいのですがしかしあなたの言われた通り他人は格別実の妹にもそんないたずらをするのはちっとおかしいように思われますね刑事は考えていた私も考えさせられた2人はしばらく黙って 雨の中にたっていた4そのうちに私はふと思い出したことがあったしかしあなたもご存じでしょうが妙子さんのところへしばしば手紙をよこして「根津権現の門前まで出てこいさもなければ」 いつまでも蛇を持ってお前を苦しめると脅迫したものがあるそうですそれもやはり兄の仕業でしょうか三好徹という男は何の必要があって自分の妹をそんなに脅迫するのでしょうかまた自分の兄の筆跡ならば妙子さんは無論見知っているでしょうしエヴァ博士の家の人達も大抵は知っているはずでしょうにそれはね と、刑事は打ち消した三好徹が何のために妹を脅迫するのか分かりませんけれど手紙ぐらいは誰かに代筆を頼んだかもしれませんよ若い友達などの中には面白半分にそんなことを引き受けるものも随分ありますからねただ肝心の問題は三好徹がなぜ妹をそんなに脅迫するかということですあなたには 何にも心当たりりはありませんか私にももちろん心当たりはなかったしかも刑事に対して何かのヒントを与える材料にもなろうかと思って私は今夜の一条を話した妙子がこの夏休みに帰省を嫌がること兄の徹が無理に明朝の列車で連れて帰ろうとすることそれらを逐一聞き終わって刑事はまた考えていた いやいろいろありがとうございましたではまあ今夜はこのままにしておいてもう一度よく考えてみましょう相手が実の妹であると知って刑事も探偵的興味をそがれたらしく丁寧に挨拶して別れていったトールとタヨコとが兄弟であることを警察が今まで知らなかったのは少しくうかつではないかと私は思った何しろこうなった以上は 事件がまたどんなふうにもつれてきて先生の迷惑になるようなことがないとも限らない私は翌朝会社の方へちょっと顔出しをしてすぐに根津へ回ろうと思っていたのであるが会社へ出るとやはり何かのようにらえられて午前11時ごろにようよう自由の身になった今日はなんだか気がせくので私は車に乗って根津へ駆けつけると 先生はもう学校へ出た留守であったそれは最初から予想していたので私は2階へ通されて奥さんに会ったゆうべはあれからどうなりましたと私はまず聞いたあなたが帰ってから30分ほどしてうちは帰ってきましたトール君はそれまで待っていたんですか待っていました と奥さんは頷いた。それがおかしいのですよあなたもご承知のとおりトールさんは大変な剣幕で明日にも妙子さんを引きずって帰るような勢いでしたろうところがうちが帰ってきて桐沢さんとこういう相談を決めてきたからそう思いたまえもし不服ならば桐沢さんのところへ行って何とでも言いたまえトールさんは急におとなしくなって。 別に苦情らしいことも言わないでそのまま無事に帰ってしまったのです奥さんがさらに説明するところによると先生は桐沢氏と相談の結果この夏休みに妙子は帰省するのを見合わせて先生のお嬢さんと一緒に桐沢氏の鎌倉の別荘へ転置することになったというのであるそれは誠に温当の解決であるがあれほどに意気込んでいた兄の徹が それに対して何の苦情も言わずそのまま素直に承諾したのは私にも少しく不思議に思われたそれでトール君はどうするんですトールさんは自分一人で帰るそうですと奥さんは言った多分今朝の汽車に乗ったでしょうよ私は奥さんに向かって夕べの出来事を詳しく話して に生きた蛇を投げつけたのもヨ子に脅迫状を送ったのも兄の徹の仕業であるらしいということを報告すると奥さんは顔色を暗くした「ああそうですかそんなことがないとも言えませんね」定めて驚くかと思いのほか奥さんもその事実をやや是認しているらしい口ぶりであるので。 私は意外に感じながら黙ってその顔を眺めていると奥さんはため息交じりで言いだした「こうなればお話をしますがねあのるさんという人は人間は真面目ですし勉強家ですし学校の成績もよし何にも申し分のない人なのですがどういうわけだか自分の妹をひどく憎がるのです」。 腹違いですかと私は聞いたいいえ同じおっかさんで本当の兄弟なのですがそのくせふだんは仲良しで妹を随分かわいぶん可愛がっているようですが時々にまあ発作的とでも言うのでしょうかねむやみに妹が憎くなって別に何という司祭もないのに たよこさんの髪の毛をつかんで引きずり回したりぶったり蹴ったりするのです自分でもたびたび後悔するそうですがさあ憎くなったが最後どうしても我慢ができなくなって半分は夢中で乱暴をするのだそうですそれですから私の家でも注意してるさんが妹を訪ねてきた時には内々警戒しているくらいですけれども、 まさか蛇を投げ込むなどとは思いもつきませんし脅迫の手紙の筆跡もまるで違っていましたから他人の仕業だと思って警察へも届けたようなわけですが刑事がそういうくらいではやっぱりトールさんの仕業だったかもしれません何しろ一緒に返さないでようござんしたよもやとは思いますけれど記者の中で不意に乱暴を始められたりしたら大変ですからねえ さんも初めのうちはそれほどでもなかったのですが一年増しに悪い癖が募ってくるので今に陽子さんは兄さんに殺されやしないかとうちの娘などは心配しているのです私にもわけが分からなくなった私は医者でもなし心理学者でもないから三好徹という青年の機械なる精神状態について何とも鑑定を下すことはできなかった 刑事の話によると彼は他の夫人に対しても生きた蛇を投げつけたことがあるらしいもちろん確かに彼の仕業であるや否やはわからないがもし果たしてそうであるとすれば彼はおそらく一種のマニアであろうもしまた他人に対して何らかの危害を加えず単に妹に対してのみ乱暴や脅迫を加えるということであればそれはやはり 普通の乱心として解釈すべきものであるかどうかは私にも見当がつかなかったそうするとく君がたびたび脅迫状をよこして妹を根津権現前へ呼び出して一体どうするつもりなんでしょうさあと奥さんも考えていたよ子さんがうっかり出ていったらおそらく何かの言いがかりでもして 往来中でひどい目にでも合わせるつもりでしたろう今も言うとおりふだんは仲良しの兄弟でありながら時々に妹が憎くなるというのはどういうわけでしょうかねそんなことを言うと変ですけれどあの人たちには何か呪いがつきまとってでもいるのじゃないでしょうか記者の中のお話を聞いて私にはなんだかそう思われてならないのですよ 奥さんは真面目に言った。何かの呪い何かのたたりそれを笑うこともできないほどにその当時の私は一種の暗い気分に閉ざされていた二人の間には恐ろしいような沈黙がしばらく続いた先生はそれをどうお考えになっているのでしょう 理性一点張りの先生がそんなことを問題にしないのは分かりきっていたがそれでもこの場合私は念のために聞いてみると奥さんは寂しく微笑んだうちはご存知の通りですから。先生は夕べ桐沢氏を訪問して両者の間にどんな相談があったのか私はそれをお伺い知りたいと思ったが それについいては奥さんも詳しく知らないと言った先生は元来が無口の方で普段は家庭上必要の要件以外にはあまり多く奥さんやお嬢さんと談話を交えない習慣であるので今度の問題についても深く語らないであろうことは私にも大抵想像されたしかしあれほどに興奮していた徹がもし不服があるなら桐沢市に家という先生の一言のもとに 素直に屈服してしまったのを見ると彼ら兄弟にまつわる何かの秘密を桐沢氏に知られているので彼も桐沢氏に対しては頭が上がらない事情があるらしい奥さんもそんなような意見を漏らしていた要するにここに何かの秘密があってそれを知っているものは兄の徹と妹の妙子と桐沢氏と。 まだ他にもあるかもしれないが少なくともこの3人はその秘密を知っているにそういないそれを問題にするといなとは別として先生もおそらく知っているのであろうこの際先生の口から聞き出すのが一番近道であるが前にも言ったようなわけでそれはしょせん難しいそれでも無事に済んでまあ結構でした私は さしあたりそんなことを言うのほかはなかった奥さんはうなずいたええー、そうですよ鎌倉の別荘ならは桐沢さんの家の人たちもみんな行くのですから妙子さんをやっておいても心配はありません奥さんは昼飯を食って行けと勧めたが私は出発前で忙しいからと断って帰ったその後もう一度訪ねたいと思いながらいろいろの都合で 私はとうとう先生に会わずに東京を去ることになったもちろんその事情を手紙に書いて先生宛に発送しておいたが先生には当分会われないかと思うとなんだか名残惜しくもあった私は23人の友達に送られて新橋駅を出発した言うまでもなくその頃はまだ東京駅などはなかったのである 汽車中にには別に語ることもなく私は神戸に一旦下車して会社の支店に立ち寄ったそしてその翌朝の7時頃神戸駅から山陽線に乗り換えた例によって3等の客車である私は少しく浅寝をしたので発車間際に駆けつけて転げるように車内へ飛び込むと乗客はかなりに混雑している それでも隅の方に空席があるのを見つけて私は慌ててそこに腰を下ろすと隣の乗客はふとその顔を上げて見返ったその刹那に私は何とも言えない一種の旋律を感じたことを白状しなければならないその乗客はかの三好徹であった奥さんの話によれば彼はすでに23日前に乗車したはずであるのに 何かの都合で遅れたのかあるいは途中のどこかで下車したのかいずれにしてもここで偶然に私と席を並べることになったのであるいやああなたもお乗りでしたか私は少しくどもりながら挨拶すると彼も笑いながら会釈し,したその顔は千夜とうって変わってすこぶる晴れやかに見えた 急に暑くなりました、と彼は慣れ慣れしく言った「そうですにわか天気で暑くなりましたしかし梅雨もこれで晴れるでしょう」と私もだんだんに落ち着いて話し始めた彼はやはり23日前に東京を去ったのであるが京都の親戚を訪ねるために途中下車したと言って京都見物の話などをして聞かせた 元来が恩順の性質らしいがさりとて無口というでもなく陰鬱というでもなくいかにも若々しいような調子で笑いながら話し続けたどう見ても彼は一個の愛すべき青年であるこれが一種の乱心であるとか何かのたたり呪いを受けている人間であるとかいうようなことはどうしても私には考えられなかった 妹ささんはどうなさいましたと私は何にも知らない顔で聞いた妹は東京に残って鎌倉へ行くことになりましたと彼は答えた彼は自分の後ろに刑事の黒い影がついていたことなどを知らないであろう私はさらに進んで彼らと桐沢氏との関係などを問いきわめようと試みたがそれは不成功に終わった それらの問いに対しては彼は努めて冥界の返答を与えることを避けているらしく見えたそれがまた大いに私の良気心をそそったのでもあるが何分にも混雑の列車内といいかつは3時間ばかりの短時間であるので私は結局その目的を達し得なかった10時過ぎる頃に F の駅に到着して彼は私に別れを告げて去った 改札口を出てゆくその後ろ姿を見送るとそこには農家の雇い人らしい若者が待ち受けていて彼のカバンなどを受け取って一緒に連れ立っていったもちろんそこらに蛇らしい者の,の姿などは見いだされなかった後に思えば三好徹という青年と私とはこれが永久の別れであった それから7年の月日が流れたその間に私は文字の視点を去ってさらに大連の視点へ転勤することになったまたその間に私は結婚をする子供ができる社用が忙しいなんやかやに取り紛れて先生のところへもとかくご無沙汰がちになっていたが大正3年の11月 車用で神戸へ戻ってきたのでそのついでに上京して久しぶりで先生の家の門をくぐった先生の家は依然としてその形式を改めなかったがいつの間にか根津の大通りには電車が開通して周囲の姿は全く変わってしまったそれだけに先生の家の古ぼけているのがいよいよ目に立って昔なじみの桜は折から木枯らしに枯葉をふるい落としていた その落ち葉の雨を払いながら玄関に立つと見知らない女中が取り次ぎに出てきたが私の名を聞いて奥さんがすぐに出てきた続いてお嬢さんも出てきたあらまあお珍しい懐かしそうに迎えられて私は例のごとく2階へ通された桐沢市の次男がお嬢さんの婿になって 若夫婦の間にはすでに男の子が設けられていることを私もかねて知っていた遅まきながらそのご祝儀を述べるやらご無沙汰のお詫びをするやら話はなかなか尽きなかったが何にしても先生も無事奥さんも無事それを実際に確かめることができて私もまず安心したもう1時間ほどたつと先生は学校から帰ってくるから 今日は是非待っていろと奥さんは言う私ももちろんそのつもりであるのでそこに居座っていろいろな話を始めた日露戦争後の満州のうわさも出たそのうちに奥さんはこんなことを言い出した満州と台湾とはまるで土地も気候も違うでしょうけれど知らない国へ行くと思いもつかないことに出会うものですね あなたもご存知でしょう。三好徹さんあの人はとんだことになりましてね古い記憶がにわかに私の胸によみがえった三好徹あの田代子さんの兄さんでしょあの人がどうかしたんですか大学を卒業して台湾へ赴任したのですが去年の6月 急に亡くなくりました。マラリアにでもかかったんですかいいえ毒蛇のハブにかまれてハブにかまれて私はものに襲われたような心持ちで奥さんの顔を見つめたそれを一種の不運とか気化とか言ってしまえばそれまでであるがマラリアにかかったとか万人に狙撃されたとか 水遊に襲われたとかいうのではなくして彼が毒蛇のために命を奪われたということが何かの因縁であるように私の魂を脅かした青い蛇の古い記憶がまた呼び起こされたあの人は学生時代に警察から尾行されていたようでしたがその方はどうなったんです蛇を放ったという一件でしょ と奥さんは言ったあれはそのままうやむやになってしまったようです陽子さんばかりでなく他の夫人にも投げつけたというじゃありませんかそれも徹さんの仕業だかどうだか確かな証拠も上がらないので警察でも手をつけることができなかったらしいのですそんなわけで無事に学校を出たのですけれど 台湾へ行くとすぐにそんなことになってしまって、まるで台湾へ死にに行ったようなものでした。世の中に驚くべき暗号がしばしばあることは私もよく知っている。三好徹が台湾で毒蛇に噛まれたのも、所詮は偶然の出来事で、一種の暗号であるかもしれない。したがって三好の兄弟と蛇と、 それを結びつけて考えるのは私の迷いであるかもしれないしかもその迷いは私ばかりでなく奥さんの胸にも救っているらしく奥さんはやがてこう言いだしたいつかお話申したとおり三好さんの家には何かの呪いがあるらしく思われてならないのです徹さんが台湾へ行って蛇に殺されるというのは学校を出た時に 北海道と台湾とに訪食口があって桐沢さんは北海道の方へ行ったらよかろうと勧めたのですが本人はどうしても台湾へ行くと言って出かけたのでもし北海道へ行っていればそんなことにもならなかったでしょうにどう考えてもどう考えても何かの因縁がありそうですねそういえば全くそうです と私もため息交じりに答えたそして妙子さんの方はどうしました妙子さんは無事ですあの人は幸福でしょう奥さんの話によるとよこは学校を出ると間もなく桐沢市の売借で現在の夫の深見氏へ縁づいたのである深見氏は養子で その実家が広島県の K の町にあることは世間でも知っているのであるから関係者一同が知らないはずはない K の町の蛇が F の町へ行くその記者中の出来事を私から聞かされているので深見氏が K の町の出身であるということについて奥さんはなんだか気が進まないように思ったそうであるが先生は頭からそんなことを問題にしなかった三好家にも依存はなかった 兄のるもたしなかったそれでも奥さんは田代子に向かって杏に注意を与えた「他のこととは違いますからあなたの気にすまないようなことがあるならば遠慮なくお言いなさいよ」「いいえ皆さんがいいとおぼしめすなら私も参りたいと思います」むしろ本人も気乗りがしているようなふうで この縁談は故障なく進行したのであった結婚後の妙子は幸福であるらしく精神的にも物質的にも彼女は大いに恵まれているらしいので奥さんもまず安心しているとのことであったその話を聞かされて私の胸もまた少し明るくなったそうすると何かの呪いもし果たして何かの呪いがあったとすれば それは徹君一人にとどまっていることで田代子さんはそのそばえを食っていたのかもしれませんねと私は笑った「そうかもしれません」と奥さんもほほ笑んだそれにしてもこんなお話があるのですよ対象の世の中にこんなことを言ったらお笑いになるかもしれませんけど奥さんはまた話でし,した 沢氏と三好家と三は昔からの知り合いで、我々が想像しているとおり桐沢氏は三好家の秘密をうすうす承知していながら今日まで誰にも漏らさなかったのであるところがその次男の次郎君が大学卒業の文学士となりさらに先生のお嬢さんの婿となりこの江場家の人となるに及んでその秘密が次郎君の口から奥さんに漏らされた 次郎君ももちろん詳しいことは知らないのであるが足利時代の遠い昔三好家はその土地における豪族であって何かの事情から慶の土地に住む豪族の森戸家へ矢打ちをかけてその一家を攻め滅ぼしたその後森戸家の遺族とか残党とかいう者どもが手を変え品を変えて徳川の初期に至るまで約50年の間 混浴復讐を企てたが用心のいい三好家ではいちいちそれを返り討ちにして結局彼らを根絶やしにしてしまった女子供までも滅ぼし尽くしたその以来一種の怪しい呪いが三好家に付きまとって代々の家族が蛇に祟られるというのである三好家は関ヶ原の合戦以後武士を辞め 普通の農家となったがそのたたりはやはり消え去らないので元禄時代の当主がその辞書内に一つの祠を作って呪いの蛇を祀ることにした森戸家の滅びたのは3月20日であるので毎月の20日には供物をささげ家族一同がその祠に参拝するのを例としていたそのためか家にまつわる怪しい呪いも久しくその後を絶ったのであるが 明治の後はそんな名神も打破されてしまった古い祠も先代の主人のために取り壊された二郎君の知っているのはそれだけの伝説に過ぎないのであってまだその他にも何かの事情があるのかもしれないいずれにしてもそんな名神じみた伝説がほとんど何人にも忘れられてしまった明治時代の末期から前にも言ったような 主樹の不思議が再び現れてきたのである三好家ではもちろん隠しているがしばしば怪しい蛇に見舞われて何かの迷惑と恐怖とを感ずることがあるらしいそれに対して桐沢氏も最初は一生に伏していたが近頃では「どうも不思議だ」などと首をかしげていることもあるというしたがって 桐沢氏が京の町出身の深見氏のところへ太陽光を売却することになったのは恋か偶然かわからない次郎君は親父は何かの罪滅ぼしのつもりかもしれないと笑っているそうであるさてこの深見氏がかの森と家の光栄であるかどうかそんなことはもちろんわからない 以上の物語が終わった頃に先生の車が門前に止まったらしいので私たちは急いで出迎えに行ったそれからまた十年の月日が夢のように過ぎたいわゆる十年一昔でその間には世間の上にも一心の上にも種々の変遷を経てきたが んづく私にとって最も悲しい記憶は大正11年の秋に江場先生を失ったことであった酒を飲まない先生が脳溢血のために書斎で突然倒れたのである私は大連でその電報を受け取ったが何分にも遠くかけ離れているので単に朝電を発したにとどまってその葬儀にも連なることができなかった 次はその翌年9月の関東大震災である私の知人でその厄災にかかった者も,も多かった東京の本社も焼かれたその際にもまず気遣われたのは亡き先生一家の消息であったが根津の辺りは全て無事ということを知りさらに奥さんもお嬢さん夫婦も皆無事という頼りを得て まず安堵の胸を撫で下ろしたた。のであったしかしかの桐沢氏はその当時あたかも鎌倉の別荘にあったために無残の圧死を遂げたという私は桐沢氏と直接の交渉もなく従来一面式もないのであるが二郎君がお嬢さんと結婚しているばかりかかの三好家の一件についてしばしばその名を聞き慣れているのでその死に対して やはり一種のショックを感じずにはいられなかった震災の翌年すなわち大正13年の夏から私は東京の本社詰めとなって大連を引き上げてきたそうして根津とはあまり遠くない本郷台に住居を定めたので先生の旧宅へも毎月1回ぐらいは欠かさずに訪問して奥さんの昔話の相手になることができるようになった 深見夫人・妙子の亡骸が熱海の海岸で発見されたのはその翌年の1月である前にも言う通り家庭も極めて円満で精神的にも物質的にも大いに恵まれていたらしく思われた妙子が突然にこうした悲劇の女主人公となってしまったのは実に意外というのほかはないそれについて 主樹の臆説が生み出されるのは無理もなかったあるいは発狂ではあるまいかといううわさもあったが奥さんは私に向かってそれを否定していたたよこさんは1月の10日自動車に乗ってお年始に来てくれましたその時にこの20日頃から熱海へ行くという話があって今度は長く滞在することになるかもしれないから 当分はお目にかかれまいと言って帰りました後で考えるとよそながら糸まごいに来たらしいそれを思うと突然の発狂などではなくて前々から覚悟していたのでしょうその日はあいにくに次郎も娘も留守だったものですから皆さんにお目にかかれないのが残念だなどとも言っていました奥さんは さららににここんなことを私に漏らしたしあなただからお話を申しますけれどやこさんの死骸が海から引き上げられた時に警察で検視をすると左の二の腕に小さい蛇の彫り物があったのでみんなも不思議に思ったそうです立派な実業家の奥さんの腕に彫り物があったのですから誰でも意外に思うはずですもちろん 深見さんの方から警察へ頼んだので彫り物のことなどは一切発表されませんでしたからその秘密を知っているのは私たちくらいでしょう新聞社でもさすがに気づかないようでした陽子さんはいつそんな彫り物をしたんでしょうと私も意外に思いながら聞いたそれは分かりませんと奥さんは答えた 私の家にいる時にそんな彫り物のなかったのは確かですから深見さんへ縁づいてからのことに相違ありませんがそれを深見さんが掘らせたのか自分が内緒で掘ったのかそれは一切秘密です深見さんもそれについては何も言いません何しろ深見さんは慶町の出身でそれと結婚した田子さんが訳のわからない死に方をしてその腕に 蛇の彫り物が発見されたというのですからいろいろなことがまた思い出されます田代子さんのきょうりの実家は両親ともに死んでしまって僧侶の息子さんが台湾で死んだるさんの兄です相続しているのですがこちらからたよ子さんの死んだことを電報で知らせてやると都合があって上京できないから万事よろしく頼むという 返事をよこしました。